高齢天皇、高齢天皇、高齢天皇、政治体、高齢天皇、公安天皇五十一年、高齢天皇七十六年二月八日は、日本の第七大天皇、在位、高齢天皇元年一月十二日、高齢天皇七十六年二月八日、決死厚城の一人で実在性に乏しい。高安天皇の御子。母は皇后で天。 アシヒコ国推し人名の娘の推し姫、推ししか姫。兄弟として、古事記では、同母兄に大吉備諸神兵の名が見える。二十六歳で皇太子となる。七味門が崩御した年の十二月、黒田六宮、黒田の井、小戸宮に戸を移す。それまでの山裾にあった宮と異なり、大和盆地の中央に位置する。翌年の一月に即位。即位二年、敷き上がった主。 または、重子やがた主、多めの娘の細姫命を、皇后とし、被告謙遜、後の高原天皇を得た。また、春日ガ先入、葉山香め、和国皇姫らを比にしている。和国皇姫との間には、主人天皇の時代に四、ん、将軍となった彦伊勢去りの彦命、薬病や反乱を治めるのに、重要な役割を果たした、大和ととトももそ姫命を得た。即位七十六年。 王魚、漢風死亡である、高齢は、8世紀後半に、近江の御船によって先進された名称とされる。日本書紀、古事記とも、ほぼ系譜の記載のみに限られ、血子やつしろの一人に数えられる。古事記には、大吉備彦の命と若竹吉備彦の命による、吉備平定が簡潔に書かれている。日本書紀の伝えるところによれば、以下の通りである。 機械的に西暦に置き換えた年代については、上古天皇の在位年と、西暦対象表の一覧を参照。宮、皇居の名称は、日本初期、古事記とも、黒田六愚、黒田の井、小殿宮。宮の伝説地は、和明類受賞の大和国城下郡、黒田郷とみられ、現在の奈良県四季郡田原本町、黒田周辺と伝承される。 黒田浦湖宮神石文が建てられている。詳しくは、予戸宮を参照。三笹の名は、片岡馬坂寮、片岡の馬坂の三笹。宮内町により、奈良県北葛城郡大寺町本町三丁目の丘陵に事情されている。宮内町上の形式は山形。寮について、日本書紀では前日のように、片岡馬坂寮、古事記では、 片岡場坂上の所在とあるほか、縁起式諸領領では、片岡馬坂領として長域は、東西五町、南北五町、出国五煙で遠領としている。しかし後世に、書殿は失われ、元禄の丹領で、元領に事情された。また皇居では、九中三殿の一つの高齢殿において、他の歴代天皇、皇族と共に、高齢天皇の霊が祀られている。 鳥取県宝器町溝の口には、高齢天皇にまつわる日本最古の鬼退治の伝説がある。楽楽福神社、笹福神社の優勝演技によると昔、近くの鬼、墨山を根城にして暴れ回っていた鬼の衆があった。この地を訪れた、高齢天皇は、南の笹笹砲山、笹と山に陣を張った。まず笹巻の団子を三つ置いて、鬼の兄弟の弟、 おつ牛ゅうがにをおびき出し屋で射殺した。次に、笹の葉を刈り取って山積みして、風で飛ばし、兄の大牛がにたちの体にまとわりつかせた上で火を放った。大牛がには、カニのように這いつくばって、命乞いをした。大いに喜んだ里人たちは、笹の葉で屋根を吹いた神社を作り、これが楽々福神社の始まりということである。天皇はこの地に放御するまで止まったとも言う。 14世紀の南北朝時代に成立した人能政党記によると、旗の始皇帝が朝政府史の薬を日本に求めたのが、高齢天皇の治世だったとある。日本が海外と関わりを持ったのは、神宮皇后の参観征伐以後のはずとしながらも、ありえない話ではないとしている。1471年に、李氏朝鮮で書かれた回答諸国記にも、 高齢天皇即位72年神後、旗の死皇帝に使わされた女服が、千服、不老不死の薬を求めてキーまでいたり、死後に土地の人から神と崇められ、祀られたとある。ただし、高齢天皇即位72年は式で、女服の記事がある、始皇帝28年の翌年を機械的に当てはめただけのものである。藤吉田氏の宮下家文書にも同様の記述があるが、 宮下家文書は、いわゆる、四古伝に含まれる部類の書き物であり、文体、発音からも江戸後期から、近代の作で、俗文学の一種と評されており、記述内容についても正当な歴史学者からは、認められていない。高齢天皇を含む水勢天皇、第二代から、開花天皇、第九代までの八代の天皇は、日本初期、古時期に、辞席の記載が、 極めて少ないため、欠死しろと称される。これらの天皇は、知性の長さが不自然であること、七世紀以後に一般的になる、はずの不死感の直径相続であること、宮、寮の所在地が前期古墳の分布と一致しないこと、等から、極めて創作性が強いとされる。一方で宮号に関する原点の存在、年数の重上げに、天皇代数の尊重が見られること、 四季屋形主や獣子屋形主との関わりが、警符に見られること等から、すべてを虚構とすることには否定する見解もある。詳細は、決死やつしろを参照。和風死亡である、大山と猫彦から太にのうち、大山と猫彦は、後世に付加された美少、字童、文武、玄名、岩章の死亡に、類例、末尾の、には、神明の末尾につく、にと、どうと見て、 高齢天皇の現像は、ふとに、ふと死刑、ふと字という名の古い神であって、これが天皇に作り替えられたと推測する説がある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。